さんこんにちは、ポケモン超不思議のダンジョンクリアワの世界をねちょっとやっていこうと思います。ちょっとね太陽が戻ってこれる可能性があるかもしれないというのをね前回聞きまして、本来は最終回のつもりだったんですが、ちょっとね消化不良な状態で実況を終わらせてしまうのもって思ったので、もう少し続けます。はい。でね本当は今回のパートで終わらせたかったんですが、ちょっとねあともう 2,3 パート続くかなと思いますので、はい、まああともう少しの間お付き合いください。すみませんね。今回は前回電流団長がネティオに会えばもしかしたらっていう話をしていたので、砂の大陸の精霊なんだっけな、精霊なんとかっていうところに行きます。はい。で、砂の大陸のパスポートは買っておいたので、そのままラプラスに乗って行こうと思います。ほう、ムーンさんが望むのであれば私世界の秘境へご案内します。大陸便ではないのでパスポートもいりません。ご利用の際には遠慮なくおっしゃってくださいねと。はい、大陸便に乗りましょうか。じゃあ砂の大陸行きましょうかね。レッツゴー。はいはい。結構遠いんだね砂の大陸。いいですね、こうなんかちょっと小旅行な感じね。はい。よし、ラムルタウンね。ちょっとね本当にねストーリーも斜め上行くけどさ、まさかこの展開になるとは思わなかった本当よし、じゃあ行きましょうか。普通にね多分ダンジョンを攻略すればいいんだと思うんだ。 この精霊の砂丘ですね。黄砂の迷い道、カラッカ草原、マジックホールを、いや今回はこの精霊砂丘ってところをやっていきますね。かなり難しいんだ。わあ、私一人頑張るか。行きます。なんか敵も怖いね。ここはガイドの枝を存分に使っていきましょう。ほい、行け。うわ強っ。ちょっとめっちゃ強っ。はい、あー、はい、ピーピー足ってなんだ、なんか見たことのないラピスが。おー、ルナトーン。ちょっと待ってね、まず倒したいね。足押さえ、よいしょ。おお。よいしょ。お、おいで。ああ。おお、怖っ。物見え。あ、怖っ。めっちゃ怖いね。はい、2回。何この道具。よいしょ。ガイドの枝。Okay.
4回。はい。わあ、ひぎだるま。どっちか飛んでってもらおうかな。さよなら。おお。か。強い。よいしょ。飛ばしまくり。鉄の針。5回。はい。いや、もうここはすぐに行こうかな。この道具ウルガモスいるじゃん。よいしょ。まあ、飛びますかね。叩いてば。はい。これは混乱守りね。はい、さよなら。うわあ。はい。どれ飲み食べるか。よいしょ。およし。ああ、10回。はい。え、何回なんだろう。ん、何 ?HP 替えの枝。へえ。そういうのあるんだ。あ、すぐ下だね。はい。ああ、つらかった。つらっ。よし。だいぶ奥まで来たけど、あそこに誰かいる。あ、ネイティオさんですね。ムーンか。なんで名前を。私は過去と未来を見通す。お前が来るのは分かっていた。目的もな。私の名はネイティオ。言っておくが、私は誰にでも手を貸したりはしない。世界を救ってくれたお前だからこそ協力するのだ。それで、その身につけているものがそうなのか。世
生命の木で作られたと言われるスカーフは、見せてみろ。はい。あら、さすがエスパーポケモン。ミュウが見えた。ミュウ？ミュウ？そうだ、ミュウだ。ミュウってあの太陽の前世の他には？他に何が見えたのか聞きたそうな顔をしているな。だが、わからない。とにかくミュウが見えた。それだけだ。ただあれはミステリージャングルだな。草の大陸の、ああ今度草の大陸行くの。草の大陸のミステリージャングル、そこにミュウはいる。太陽の前世だったミュウがこの世界に、ミステリージャングルに行けばミュウがもしかしたら太陽を戻す手がかりに。ありがとう。今日は客が多いな。隠れても分かっている。出てこい。誰？こんな誰イベントですね。草の大陸って言ってたな。そこにミュウが。行ってみるか。草の大陸のミステリージャングルに。あー、ミステリージャングルか。また今回みたいな厳しい感じになるのかな。ちょっと育ててから行こうかな。はい。おー、なんかポケモン連れてくる、連れていけるのかな。ボフの獲物がピッキング。はい。ちょっと私の前に、私草の大陸のパスポートを変えるんだろうかっていう話なんだけど、あ、違う。草の大陸、あ、1200円か。じゃあお金下ろせばギリギリ買えるかも。よし。ちょっとパスポート買って行ってみますか。ミステリージャングル。あ、ちょっと待って、あと道具みたいな。あ、プチ復活売ってる。にゃーのー、待ってんじゃね、ちょっと動画の整理するのに少々お待ちください。よし、じゃあ草の大陸行ったところで今回は終わりにしましょうかね。大陸便、じゃあ草の大陸に行きましょう。カピンタウン。はい、すいません、あともうちょっと続きます。雲が晴れるね。私は一回パスポート買っちゃえば何回でも行けるんだよね。いちいち買わなくていいんだよね。はい、草の大陸。はーい。お、ドボームさんだ。なんか平和ですね。あ、Pかな、これは。でヘラクロス。わあ、すごい、また雰囲気が違っていいところですね。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。